日本愛知県岡崎市丸山町丸山町は愛知県岡崎市太平地区の町名。定番を持たない単独町名であり43の小技が設置されている。岡崎市の地理的中央からやや南にずれたところに位置する。住宅地が県道35号沿線に形成されている。水田は河川沿岸に、それ以外は基本的に森林である。また、 岡崎中央総合公園の一部が町内にまたがっている。町域内に小技が配されているが定番は振られていない。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた郡丸山村を前進とする。古くから人が住んでおり、村上遺跡は 縄文時代先期の遺跡である。丸山村の成立後、1889年10月1日に、近隣の太平村、丸山村、高高寺寺村、洞村、ケツ村と合併し男川村となり丸山村は、廃止となった。高徳寺浦山の京上根古墳からは、甲冑が出土し、愛知県指定文化財となったが、岡崎市美術博物館ができる前であったため、 名古屋市博物館で保存されている。丸山古墳群は、岡崎観光きらり百選にも選ばれている。岡崎市立三河中学校社会福祉法人校の会、男川保育園丸岡橋。ありがとうございます。